このスマ。ん？あれは。あのわざとらしい口笛。ははん。さては。よっ！カズマじゃねえか！うわっ！出すとかよ！驚かさないでくれ！声をかけただけで驚くってことは、お前、さてはあそこに行くつもりだな？何のことだ？ごまかすなよ。やましいことがあるんだろ。路地裏をチラチラ見てたの知ってんだからな。俺はとある店に代金を支払い、その正当な対価としてサービスを受けるだけだ。やましいことなどない。こいつ開き直りやがった。いや、それでこそ俺の見込んだ男だ。これを見ろ。それはサキュバスのお店の無料チケット。このチケットを1枚通常料金の8割で売ってやろう。お前も安く済むし、俺も懐が潤う。どうだ？5割なら。7割。6割。これくらいが妥当じゃないか。6割5分。この前リーンに借りた金が底をついちまって、懐が寒いんだよ。仲間から金を借りてるとかクズだなお前。まあ俺も他人のことは言えないが。わかった、俺が譲るよ。7割で。楽しいことの前に遺恨は残したくないしな。さすがカズマだぜ。そうと決まれば行きますか。ああ、行こう。無限の彼方へ。このスマ。ご来店ありがとうございます。こちらのアンケート用紙に希望の夢を書き込んでください。あ、はい。相変わらずいい女だな。証拠りもなくやってきたか、命知らずどもめ。せいぜい今のうちに悩み抜くんだな。一足先に地獄で待ってるぜ。地獄か、天国の間違いだろ。俺たちもアンケートをさっさと書いちまおうぜ。どんな夢にするかな。降りてこい。最高のシチュエーション。はっ、いい考えがありそうだな、カズマ。あ、こんなのはどうだろう。昔叶わなかった初恋の相手との一夜の応戦。おお、そそるな。過去の女か。それは確かに盲点だったぜ。幾度となくこの店に通ってきたが、考えてみりゃ目先の欲望にばかり気を取られていた気がする。初恋、初恋か。おいカズマ、これから七に向かうみてえな顔になってんぜ。笑わせるなよダスト。人のこと言えた口か、笑顔が引きつってるぞ。そちらの2名様、そろそろお決まりになりましたか？すいません、またです。あまり深くお考えにならなくてもよろしいかと。現実のしがらみなんて気にせず、全部あなたの都合のいいようにお書きになればいいんですよ。だって夢ですもの。我慢しないでね。なあカズマ、お互い過ぎ去ってしまった辛い現実を見るのがやめにしようぜ。奇遇だなダスト。今俺も同じこと考えてた。畜生、リアルなんてクソくらいだ。気にすることはないぜ。思い出よりも大切なものがここにはある。サキュバスのお姉さん、ひとまず今日はこのチケットでお願いします。チケットですね。いつもご利用ありがとうございます。あら、このチケットは1時間コースのみの適用ですね。それだと何か不都合があるんですか？そういうわけではありませんが、2時間からの方があんなことやこんなことまでできるなと。あんなこと。待て、出そう。ここで正規料金を払ったら1時間チケットが無駄に。男なら一度は経験したい生つばもののシチュエーションを体験できるのですが。ごくり。た、
ただでさえ金がないのに。せっかく楽しいことが始まるいいところだったのに、夢が終わるなんて嫌ですよね。どうなさいますか？2時間、いや3時間コースで。1時間チケットはまた今度使えばいい。そうだそうだ、とりあえずカズマ金貸してくれ、戦いを頼む。確かに頂戴いたしました。借金が増えちまったな。今は気にするな、返すのなんていつでもいい。だって俺たち仲間だろ。カズマ、そうだな、お互いいい夢見ようぜ。このスマ、リン、思えばいつも迷惑ばっかかけてるよな。すまなかった。何よ急に改まって、具合でも悪いの？違うって、俺はこれまでの行いを悔い改めて今後は真っ正直に生きていくって決めたんだよ。だから騙されたと思って俺に2万ユリス貸してくれ。すぐに20倍30倍にして返すから。うん、前後の発言がつながってないわね。結局お金がなくなって私に借りに来ただけでしょ。人のお金でギャンブルしようなんて見下げたクズね。冒険者なんだからクエスト2でも行ったら。面倒だが背に腹は変えられねえか。行くぞリン。それが人に物を頼む態度？リンさんお願いします、一緒にクエスト行ってください。ったく、最初からそうやって素直に頼めばいいのに。にんにんにん、キャベ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 。お、なんだ、ここは野良野菜の宝庫か。宝庫っていうか巣窟ね。野生でたくましく育った野良野菜が冒険者たちを困らせてるらしいわよ。けど最近は野菜不足で価格も高騰してんだろ。一攫千金のチャンスじゃねえか。トマ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 ト、あ、トマトもいるじゃない、新鮮そうな色合い。倒すのがもったいないし捕まえようかしら。フリーズガスト。いいぞその調子。でリン、アーメイド。バカ、油断してっからそうなるんだ、さっさと起きろ。おい、リン！マジかよ、一発で気絶なんて。オーメイト！こいつら！ナス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 、ニンニンニン、キャベ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 。どんどん増えて、この数、賢者も。リンも気絶してるし、大丈夫か。槍じゃなくて木の枝なら農家だよな。まあ若干扱いづらいけど、野菜を潰すくらいなら余裕だ。あ、このスマ、あれ、あ、ようやくお目覚めか。ダスト、ここはクエストの途中で気絶したから俺が宿まで運んでやったんだ。そうだ、私野良トマトの体当たりを受けて。クエストは結局失敗しちゃったの？まあ気にすんな、リーンが無事なことが一番だ。ラスト、少しはいいところあるじゃない、見直したわ。少しは余計だっての、疲れてるだろ、栄養のつくものでも買ってきてやるよ。うん、ありがとう。あクエスト成功、報酬も独り占め。まあちょっと心は痛むが、今はそれどころじゃない。この金で今度こそギャンブルに勝ってやる。そうすれば借金なんて数倍にして返せるしな。さすが仲間思いな俺。
リーンが俺の幸運の女神になってくれることを祈って、全額チップに交換。そんなことだと思ったわ。え、あ、リーンさん、今回のクエストは倒した野菜の出来高制。私が何匹か凍らせてたから、その分の報酬はあるはずよね。なのにあんたが全くその話に触れないからおかしいと思ったのよね。で、後をつけてみれば案の定。分かったよ、報酬は山分けで。報酬は全額私がもらって借金の返済に当てておくわ。そんな、金がなくなったらクエスト受けた意味がねえだろう。頼む、交渉だ。ディーン様、2万でいいので貸してください。このスバ